誰ですか？え？あの子ですよ。黒い子がこっち見てました。え、いた。全然気がつかなかった。黒いロクちゃんだった。クロクちゃん。絶対いると思ったそれ。本当に。いたんですけど。内面。ロクちゃんの？猟奇性が形になったのか、それとも本能なのか。てかリトさん。ちょっと差し付いてたからあれだけど、なんだろうどういう、感情になれば。私たちとんでもない存在呼び起こそうとしてません。そんな気はする。なんだろう。正直めちゃくちゃ興奮してきました。すごいわかる。ロクちゃんがどういう存在かは多分最後までわからない気がしますけど、どこまで行くのかはこの目で見届けたい。なんで船の底にいたのか、夢に出てきたわババアとの関係とか、気になることすっげー多いぞ。あそこでリトさんの方に行ったのは、生き物じゃないといけなかったんでしょうかね、やっぱり。テストとかもそうなんだけどさ、余って怖いなんかいそう。やだ、今日やめてくださいよ。あ、ほんとだ、魚だ。でまあその、命があるってことに執着してるよな、みんな。加工肉とか料理よりも明らかに動いてるロクちゃんターゲットにしてたし、ロクちゃんも創生よりリトさん食べに行くし、性あるものを食らう意味が強そう。うわ、そそし。来た、ついに本人来た。あの人だけもう全然ホラー風格が違いすぎる。だ、押すのか？倒すって気持ちで進んでいいんか？すごい、ここに来て全然読めなくなってきた。とりあえずもやんするぞ。今更なんだけどさ。はい。この黒いもやーんって何なんだ？悪い気、換気されてない物質とか男部屋の。臭そう。臭い、それじゃあ向かいますか。ついにご対面か。道中起きてた円柱も連れて行きましょう。いいよ、円柱はいくらあってもいい。円柱の連中はいつでも実力発。明らかな良質さ。ここのトップがいるって感じですわ。和装のマネキンと、鏡危ないよ、足元ロクちゃん。自然と割れたってよりかは何かでぶっ壊したって割れ方だな。ヒステリック起こしてる？あれ？ランキーコングの部屋にもなかった？ボートこいでる絵ありましたね。わざわざこんな見やすいところに持ってくるってことは、何か意味ありそう。ちょっとびっくりした。一つの主題として監視されてるってのがあるのかな、この世界観は。書斎チックになってる。同じ船の中とは思えないギャップだ。最下層から上がってきた私たちならわかる。この異質さが、それ使う。足場になります。絨毯これ接着されてるタイプ。誤算だったか。こっちにはあるかもしようよと。あるわけないじゃないですか。知ってた。目的はこの部屋だな。南京城がわざわざ低い位置に。ほんとだ。めちゃくちゃな設計してんな。ここの人たちは本当絵を飾るのが好きですね。女の子。女の子ですけど、わババアのババアになる前でしょうか。和の時ってこと。和の時ってことです。ありえる。もっと気になる絵が、初めて見たのがある。わババアの家族構成写真でしょうか。姉妹か子供か。なんとも言えないところだが、飾ってるってことは一応そういうのは大事にしてるってことか。衣装部屋。ですかね。うひ。撃てるー。おいおい、本当に普通に怖いって。行かなきゃダメですかねー。ほほう。え、嘘情緒。この大量の衣類、わざわざ登れるようにしている高さ、何も起きないはずがないよ。うむ、この高さは確かに。タンスの上にあるものといったら、隠し通路がタンスにゴンカクソでかいぬいぐるみだわな。よーくたん。どうですか？ロクちゃん、そこ何か。ここでしょうね。ここいちハキハキ言ったね、ロクちゃんね。うーぼー、こういるー。わ、うってー。え、ギャグ？あれ、ツッコミ待ち。んなわけないよな。見えてへんやろじゃないですね。これわかったな。確かに、ようやくクリティカルなの見えてきましたわ、ババアの自己否定の塊です。追いか病気か出た文化を見たくないのか。でもまだ鏡というものを前にするのは美への執着だ。ロクちゃんとの関係よな、次は。夢にまで出てくるってことですよ。あ、嘘？格が違いすぎなーい。待ってくださいよ。何、こっちは何されたの？すごい力で浮かされてねじられたのか。スタンド攻撃を受けている状態だったんですけど。強くなーい。え？そりゃ音立てやな。そこでつけるか？ここセーフ？多分。あ、明らかにちょっかい出してと言わんばかりのライティングされたシーカーストーン。おい、これさっき顔隠れてたいじゃないか？若い頃か。娘？私にはこれ、ロクちゃんにしか見えない。目を黒塗りされてる。着てる服もロクちゃんを連想させるものにしている。もしかしてはババアって。お母様？存在を否定されてるような描写で胸クソだぞ。子供なら近くに置いておくというものではないのでしょうね。近くにいられたらまずい理由がある。船の底に放置する理由あるか？あ。あったわ、猟奇性。過剰なまでの食欲を恐れたのであれば打点は行くか。私の中ではババアを下す理由で嫌いました。我々ロクちゃん過激派だからな。どんな存在であろうとロクちゃんの生きる道を否定するようなことするやからは許しません。破壊しましょう。お前もたまに猟奇性出すよね。乱暴に行くか。うー、大きい男はいい。ロクちゃん逃げて。枕ですね。やいちゃん。しゃあないすやきおしゃ。もうなんかもういろいろもう。いなくなった。てっきり速攻で襲ってくるかと。恐れをなしましたね。壺の中に鍵を入れるという難しい収納方法にしたのがあだとなりましたよ。
どこへ？警戒したかさすがに。アッパババア像。結構見つけてきましたね。事故のありのままを受け入れない限り足は止まり良いものは出てこない。この鏡じゃ映らんな、確かに。てかさっき思ったんだけどはババアのあの能力使った時に出てくるモヤーンがこの像に入ってるんだな。ああ、ほんとだ。自分の力というか念を込めた像を各所に置いとくってのは。なんか呪物っぽくねえか？何かを封じ込めるように意識してたと考えると、ドクちゃんのことを抑えるまやかしの類だったんじゃないかって線もありそうです。ふぅ、くらい。ここの鏡も割られてる。っては全部だ。もう置かなきゃいいのに、マネキンが誤認させるよ。わあ、しまったー。閉められた。うええー。お前ら焦りすぎだろ。すごい勢いついてるじゃんか。そんな思いっきり閉めることないじゃないですか。瞬気かよ。キス起こした親かよ。キス起こした親の可能性があるのか。なんかややこしいな。すんごい量のマネキンだな。お仕事ですよね。布とかすごいあったし、鏡の量とかから多分、着付けとか、服飾とか。これで趣味の領域だったら、それはそれで待ちますよ。びっくりした。ふわー、決まった初速ミスりました。ギリ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 。走り切れるか。読者ビューやい。うぬ、ん、ええー。許さねえ。しかしこれ今まで退治してきたどの奴らよりどういう結末に。ユーポルバイちゃうちゃん、この人走ってねえ。セグウェイだ。多分セグウェイ乗り回してきてる。愉快か、というか期待になりました。無惨したぞ。戻ったら何かあったり。いいぞ、こういうのは戻ってあるのはセオリーだぜ。落とし物だったり、実は扉開いてたり、見られたくない要素満載。あ、まあ、ここから、エリアライン。ほっぽんとんないんですか。いや、これはそもそも行けなさそうな。ふふ。クッソガードが硬いか、セグウェイ乗ってるからってずるいぞ、追ってこない。ドクちゃんノンポンポンペイン。腹減って動けないの嫌だもんな。心も豊かになりませんからね。姿見破壊。ある時を境に自分の姿が耐えられないでっていう衝動からだろうか。どんな顔してるんでしょうか。自分の中の理想が高すぎてって感じなことを祈ろう。てかそうだ、ランキーコングが失明してるのって。わばばあが指示したか、ザクッと目元いかれたか。というかここまでで会ってきた奴ら本当に気になってたんですよ。やたら顔隠すのが多いし、その割には監視の目が多いし、この船の造形そのものがサイロンな風刺効いてるよな。このでっかい空間もそうですよ。うさみちゃんめでっか。あとめちゃくちゃ寒い。この部屋だけではババアの全部表現してるよ。若干美しさあるまとまり方だ。そっちの部屋なんですか。あれなんだ。なーんだ、既視感がすごい。布登りして何かありますかね。リトさんとか。あ、そうだもう。多分姿現してくれない。そうか、リトさんって私正直霊的なものだと思ってたんですよ。食べれちゃったからな。ペストもコックも意味も返さないで。ランキーは音だけで認知してるし。生き物ではあった。ただ若干いないもの扱いな風潮はあった。さあ、わかった。通りだー。あれですよね、監視部屋で見たあれ。通りじゃなかったんだ、これ鏡だったんだ。おい、寄せられたらどうするんだバカタレ。すいません、むしゃくしゃして。なんであんだけ鏡割り回ってるってに、それでもまだ大事に綺麗に一つだけ取っとく浅ましさが。人間関係断ちたいとか抜かしてすぐ繋がりを止めてくる。エセメンコやらやめないか。向こうにも事情あれど、それを子供に押し付けてくるなどに嘘です。ザーコ、怒りのテーマなってません。この鏡で立ち向かうのか。わかりました。ドクちゃん準備はいいですか。今の私たちには相手を直接下す能力は持ち合わせてません。そうなったら相手の力を利用して乗り切りましょう。あっと、嫌がること。自分と無理やりにでも向き合わせるぞ。スポーッとオンステージしますよ。こっこれどう相手に顔見せてやればいいんじゃ。あたた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 た。太陽も深く可愛いよ、ぶっつかして毎朝化粧台にいて。私毎朝鏡の前で光に弾っ飛ばされるの嫌だぞ。来たぞ。あれ、おほろ、顔に照準合ってない。うわー、信じられない方向に首ねじらないでくださいよ。向き合えー。うわぁ、鏡が特別なものなのか。向こうの超能力使ってくるから不思議ではない。ドクちゃん耐えて。ここは行って、ほんとブブブブブブ。まだです、まだ。仮面を越して映す鏡の光すげー。後ろ後ろだ。わぁ、やぁ、すごい。黒いモヤーンは出てるから払えてるぞ。意外と回数が多い。じゃあどっち、ここだ、5回目。踏ん張れ。わぁ、これ失血しての色か。聞いてるんですね。誰の悪夢になろうが、誰にとっての悪夢だろうが、おい、恐れる今を生きようとしない者は悔い改めろよ。戻る執着より貪欲に食らい進む執着の方が生き抜きから強いん。おうわーい、相変わらず閉まらないけど、その通りだわ。ヨウム、ヨウム、ドクちゃん起きてくれ。ほわ、払いました。そうは思うが。ドクちゃん大丈夫？多分。わ、ババアはどこ？行く。それがロクちゃんとしての。うわぁ、こうなったか。生きて進む力なら。ロクってやっぱり、七つの大罪の暴食なのかな。黒いロクちゃんが暴食としての現れなのかも。じゃあ私たちの普段一緒だったロクちゃんは七原徳の節制なんですか。わ、ババアすまねえ。恐れてる。怖いか、この子が自分の意志でここ来たかも定かではないが。怖い思いしたぞ。悪夢見るくらい。一周囲ってマーキングしてやる。それくらい怖かった。なぜ囲んだ。本当の恐れを知れ。見えないところにあっても脅威は。ヒーン。クロクちゃんともう一体化したのだろうか。では、その力、貪欲な私たちにこそふさわしいと思わないか。おい、ヨウム、離れろもう。おいって、お前すぐそう言うの。もう怖いものない。ロクちゃんも。
ドクちゃん。こいつプラシーボで自分も変わった気でいるだけだからほっといて。ドクちゃんここからどうします？おっしゃ進みましょう。モヤーンがロクちゃんの周りを待っている。あなたがどんな存在であろうと、ロクちゃんはロクちゃんなんです。キャー、マジでかっこいいこのカット。いやすんごいことになったな。電気が消えてく。本当にかっこいいよ。つなこったろうと思ったわ。後味はまあ、よくはないが。リトさんだけが気がかりですが、というか申し訳ないで。命を。少し離れようよ。やっぱり生き物ってことへの比重が大きかったんですね。魂は美味しいのですか？カーストが一瞬で入れ替わる気持ちはどういうものなのでしょうか？この船から出たらやりたいこととかあるんですかね？世界的に恐れられそう。なあ戻らないか？どこに？って言われたら、それは、なあお前ちょっと黒い力の近くに。今ロクちゃんは黒ちゃんと半々なんですかね？どうなんだろう。まずいな。あいつ引っ張られまくってるぞ。半人半霊ってそういうもんなのか？めちゃくちゃ進化感じたのか？でかくらいすぎだろ。だんだん肯定するのためらいが出てくるぞ。どんどん力増してるよね、ほんで。この世界でのカーストの頂点に立ったあなたを見守ったりそうじゃなかったりすることができないのは少し寂しいですが、きっと上の世界に行っても大丈夫。できればまた、会いたいな。ロクちゃん。え、あのそんなごめんなんて。まあ、待って嫌な予感するんだけど。何なんて言うじゃあ。うわぁなんだ。びっくりした、ロクちゃん。業務。あれってレター。私は何を、ってあれ船の中じゃない。突き飛ばされた感じ。お前今、ロクちゃんなんだよな。なんかすごい思考がモヤモヤしてて、バババあたりからよく覚えてない。あ、実況見返せばかが。誰だか満載ってこと。すごいもの解き放っちゃうぞ。私もちょっと怖くなってきました。うおまぶし。祝福されてるような光。でも彼女なら本当に、世界変えちゃいそうな気がしますよ。それは、私も。リトさんたち大丈夫かな。この世界ででも脅威がなくなったじゃないですか。ロクちゃんを除いて一体どう生きていくのでしょうか。こんなに考察要素分投げて微妙に噛み合わせないような絶妙な距離感の終わり方すんのを。すっげマジでジブリ映画見た時くらいの死生観叩きつけてきたな。あ、リトさん。これってもしかしてグッとした子たち。少なくともこいつらはロクちゃんとしての愛情を見出してたってことなのかな。こんなの呆然とするわいな。なんと圧倒的な。終わったー。本当に終わってしまった。後半の怒涛の展開に圧倒された作品だったぞ。とにかく考察要素ばらまいていく話でしたね。さっきも言ったけど答えを曖昧にしつつ繋がりそうでそうでもないラインの攻め方うめえこと。ひたすらにロクちゃんに愛着湧くものでした。闇落ちっていう単語では絶対に表したくない顛末じゃないですか。言語化が難しい。しかし本当に素晴らしかった。クロクちゃんもっと早い段階で認知できるなら色々確認したかった。あ、それはそうですね。ゲーム的な感想は？カメラアングルですね。遠く捉えてこちらのちっぽけさを表現する画角が非常に丁寧。操作感も独特のゆったり感が相まってチェイスの時のギリギリさが心地よい。すごいレベルでまとまった作品でした。続編とかは他にもいろいろやりたい作品があるのですぐにではありませんが、またしばらくしたらやりますので気長に待ってくださると幸いです。どういう感じでやろうかな。ロクちゃんともっと一緒にいたくなる作品でした。本当に長くなるからこれで。へえ。出れたけど、出れたけどどうすればいいんですか。次のゲスト来るときにまた、ガッとやったりしてさ。あ、こちらこそすごい作品ありがとうございます。ロクちゃんもっと一緒にいたかった。てかボートの絵と色味似てる。あ、ほんとだ。あのボートでロクちゃんここまで連れてこられた説あるぞ。あいつは連れてきてこの船っていうシステムを壊したかったのでしょうかね。何者なんだよ。外伝だったりにで少しはわかるといいな。